ジュール・パスキン、1885年3月31日から1930年6月5日は、ブルガリア人の画家,家。エコールド・パリ前世の1920年代、モンパルナスで華やかな浪費生活をし、モンパルナスの王子の異名を得た。パスキンは、本名のピンカスのアナグラム。ブルガリアのビディンに、 国持省を営む裕福なセファルディム系、ユダヤ人一家に生まれる。1902年、ヨーロッパや北、アフリカ、アメリカなどを旅行。ウィーン、ミュンヘン、ベルリンなどでデッサンを学ぶ。ミュンヘンで、ジンプリツ・シムスの挿絵画家として、専属契約を結び、早くも素描家として高い評価を得る。1905年に、パリへ移住。 本格的に油絵に取り組む。この年からパスキンの名を用いるようになる。サロンド・ートンヌやアンデバンナン展に作品を発表する。1913年にニューヨークで行われた大規模な展覧会アーモリー賞に選抜され出展。1914年第一次世界大戦を逃れてロンドンへ。 ニューヨークへ行き展覧会に出品。具象的な作品を描き始める。その後、フロリダ、キューバへ行く。1918年にエルミヌ・ダビットと結婚し、アメリカの国籍を取得。第一次世界大戦終結後の1921年、パリのモンマルトルに今日定める。独自の画風を確立し、成熟期を迎える。 カフェのルドームやラクーポールやナイトクラブを舞台に彼の取り巻き数十人を引き連れて浪費を繰り広げるなど華やかな社交生活を送るもアルコール依存症とうつ病に苦しむようになる。そして友人でノルウェー人画家のペルクローグの妻のリュシーと不倫関係になるが酒と麻薬にまみれた自堕落な生活が原因で別れる。1930年6月5日 自宅アトリエの浴槽で手首を切った上、首を吊って自殺。ドアにケツ文字で、アデュー・ルーシーと書かれていた。パスキンの葬儀が行われた6月7日、パリのすべてのギャラリーは閉じて、喪に服した。サントアン墓地までの5キロメートル近い道のりを、何千人もの知人がパスキンの棺の後に列をなしたという。 彼の遺体は一年後、モンパルナス墓地に再埋葬された。ナディーン・ニーズ・ワイ・デブラ・プリンク、アーティスツ・ジア・ウィーフ・デール、エコール・デ・パリ1905-1939、ショーモド・エディスヨン、2015。ありがとうございます。